tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing, no secrets you're keeping. These promises strong as a spell, I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And losing you so bad. Gone away, month to month. Every show I go before. Need to hear my voice, cause right now it feels like it's been too long.皆さんこんにちは。私たちは専属学園ダンスサークルドクターフィッシュです。今回このステージにて MC を務めさせていただきます。専属学園音楽大学声優アニメソングコース2年、カノマリンです。よろしくお願いします。ただいまご覧いただいたダンスジャンルはガールズヒップホップでした。ここでこのダンスジャンルのガールズヒップホップの振り付けを担当してくれたゆいちゃんより、力を入れて頑張ったところを教えていただいたので、私が代わりに紹介させていただきます。幼い頃からダンスに触れてきたメンバーや去年から始めたメンバーなど経験値の差は様々だけれど、ダンスが大好きな気持ちは変わらない。そんな部員全員が楽しんで踊れる振り付けを意識しました。自分で振りを考えてそれを誰かに踊ってもらうことが初めての経験だったのもあり、振り入れを始めた当時は拙い部分だらけのいびつなものでした。でもそれを私の最強のチームメイトがどんどん補強して頑丈なものにしてくれて、こんなにも素敵な作品になって今日を迎えることができました。私一人のナンバーじゃなくて、みんなで作り上げた大切な作品です。一緒に頑張ってきてくれてありがとう、大好きだよという素敵なメッセージをもらいました。部員全員が女の子なので、女の子の可愛いところをぎゅっと詰め込んだようなガールズパワー全開の振り付けと、ピンクと白で統一した一人一人の個性がたっぷり詰まった衣装が見どころでした。またソロではなくチームで踊るからこその良さを最大限に引き出したく、シンメトリーやカノンの構成を含みその美しさを表現しました。続きまして、私たちドクターフィッシュの普段の活動について紹介させていただきます。毎週火曜日夜6時半から8時までキッズスクエア200にて授業終わりに活動しています。ダンスジャンルは様々で、短大生と音大生の垣根を越え、ダンスの経験がない子もみんなで楽しく踊っています。昨年はコロナ禍のためオンラインにてリモートをつなぎサークル活動を行っていました。そのため学校のステージや外部での活動がなく、今回がみんなで一緒に立つ初めての舞台になります。目の前にお客さんはいませんが、画面の前の皆さんにドクターフィッシュの魅力を伝えられるように精一杯踊るので、最後まで楽しんでご覧ください。それではそろそろ準備ができた頃でしょうか。それでは次の曲に参りたいと思います。次のジャンルはヒップホップです。音ハメが難しい曲なのですが、歌詞に合わせて作りました。
ヒップホップらしさを詰め込んでいるので、ぜひお楽しみください。みんなぶちかませ。最高に楽しい笑顔でミュージックスタート。ありがとうございました。いやもうめっちゃかっこいいですよね。本当にヒップホップの振り付け私大好きなんですよ。ここで、ヒップホップの振り付けを担当してくれた萌ちゃんよりこのナンバーで力を入れて頑張ったところを教えていただいたので、また私が代わりに紹介させていただきます。私自身初めてナンバーを出して不安でいっぱいでしたけれど、こういう子にはこういう振りが合うとか、この子は絶対この立ち位置に入れるっていうことを念入りに入れながら毎回振り作りをしていました。一人一人が輝けるような舞台を作るためにはどうしたらいいのだろうとか、みんなが楽しめる舞台になるようにするためにはと、いろいろ試行錯誤して一生懸命振り作りをしました。構成をたくさん入れて難しいところもたくさんあったかもしれないけど、みんなついてきてくれて感謝の気持ちでいっぱいですということです。いやもう構成も振り付けも本当にかっこよかったですね。この配信をご覧の皆さんの中にはドクターフィッシュ初めましてという方もいらっしゃると思います。もっとドクターフィッシュを知ってもらうためにメンバーと一緒にドクターフィッシュについて紹介したいと思います。ルナちゃん、葵ちゃん、お願いします。ルーナちゃん、葵ちゃん、ルーナちゃん、葵ちゃん、あ、出てきてくれた。あ、かわいい。あ、手つないでる。わーはい、それでは軽く自己紹介の方をお願いします。短大2年、ルナです。同じく短大2年、葵です。はい、ありがとうございます。それじゃあ少しだけインタビューしたいと思います。まず、ルナちゃん、ドクターフィッシュの楽しいところを教えてください。いろいろなジャンルを踊れてたくさんの曲を使えるところです。そうだよね、練習の時にいろんなジャンル踊ってるもんね。特にどんなジャンルがあるのか教えてください。ジャズヒップホップやガールズヒップホップなどいろいろあります。その踊ってるジャンルの中でルナちゃんが一番好きな印象に残ってる曲は何ですか？K-POP の曲や流行りの曲、自分の知ってる曲など
いろいろあり、その中から BTS のことが好きだったので BTS の曲で踊れたところです。 BTS ね、楽しいよね。ありがとうございます。じゃあ葵ちゃん、ドクターフィッシュの楽しいところ教えてください。はい、私が楽しいと思うところはメンバーの仲がすごくいいところです。フレンドリーなメンバーばかりで音大生短大生関係なく仲良く活動しています。ありがとうございます。葵ちゃんが言ってくれた通り本当に個性が強くてとても面白いメンバーがたくさんいます。それではこれからそのメンバーを一人ずつ紹介したいと思います。じゃあ葵ちゃんお願いします。はい、まず最初に紹介するのはまいちゃんです。はい、短大2年のまいちゃんです。部長をやっています。まいちゃんは世界一のド天然でふわふわした雰囲気や不思議な発言でサークルの活動をとっても和ませてくれます。以上です。ございます。はい、次はひなちゃんです。短大2年の長沼ひなちゃんです。ひなちゃんは部活でとっても元気よく踊っていてみんなを笑わせてくれてとっても可愛い存在です。そんなひなちゃんです。ひたかつもえちゃんです。もえちゃんはすんごいダンスが大好きでとってもダンスがうまいんです。でも日常生活はパワフルでそんなもえちゃんが大好きです。もえちゃんです。次はまゆちゃんです。はい、まゆちゃんは音大の声優アニメソングコースに通っています。まゆちゃんはとっても一生懸命頑張ってくれる頑張る女の子で今回の学祭に向けても練習とっても頑張っていましたね。はい、そんなまゆちゃんです。次はりおんちゃんです。短大2年のリオンちゃんです。リオンちゃんはひらめき力がピカイチでセンス抜群で、いつもみんなが気づかないようなことをこうスマートにやってくれる縁の下の力持ち的な存在です。皆さんいきますよ。せーの、なぎちゃん。なぎちゃんは可愛くて明るくてパワフルでみんなと仲良しの素晴らしい女の子で、でもみんなのことをまとめてくれてすっごい頼りになる存在です。彼氏募集中です。じゃあ最後のメンバーを呼んじゃいたいと思います。せーの、ゆいちゃん。こちら幼児教育保育科2年のゆいちゃんことゆいぴーです。本当に大好きなところがたくさんあるので何を言うか迷ったんですけどとにかく本当に明るくて笑い方がすっごい楽しそうに笑うんですよ。一緒にいるこっちも本当にいつも楽しくなるくらい本当に明るくて楽しくて可愛い女の子です。で、踊ると本当にパワフルで見てるこっちが圧倒されるような踊りをしてくれるので最後の曲楽しみにしててください。ゆいちゃんでした。そして最後は私たちの講師長田みすみ先生です。いつもありがとうございます。最後の曲は先生に届くように全力で頑張って踊ります。それではご覧ください。